3月14日日曜日、ゆりと野獣プレゼンツフォーリーライブへご出演いただくアーティストの方をご紹介したいと思います。ですが本日はちょっと今まで出ていただいたアーティストの皆様とは違う形でご紹介させていただきたいと思うんですが、そのお相手がバセルバジョンさんです。はい、バセルバジョンとは一つの楽器だというような表現をされるんですけれども、いわゆる、まあ、インストバンドなんですけれども、非常にこう世界の景色が、いろんな景色が見えてくるような個性的で本当にこう独特の世界観を持った素敵なバンドになりますので、ぜひ今回3月14日貴重なライブになりますので、お見逃しないようにお願いしたいと思います。でですね、あのメンバーの方々本当にいい人ばっかりで個性的で超ナイーブな方が多いのでこういうコメント動画とかあまり普段は目にすることがないんですけれども、うん、今回はなんと協力してくれましたので、この動画の後にね、ぜひチェックしていただければと思います。はい、ではバセルバジョンさんからのスペシャル動画ご覧ください。同じ空間楽しんでかね。配信もやるからぜひお家にいる人も一緒に楽しんでいきましょう。それではライブでお会いしよう。バセルバジョンでした。バイバーイ。待ってるよ。ということで、バセルバジョンさんからの動画ありがとうございます。皆さん絶対クスクス笑ってたと思うんですけど、まあね、3月14日でね、音楽の空間楽しんでいきましょう。では改めて、ゆりと野獣プレゼンツフォーリンライブ、3月14日は下北沢クラブ251とオンライン同時配信で行われます。当日お会いできるの楽しみにしております。それでは本日はゆりと野獣とバセルバジョンさんでお届けしました。ありがとうございます。